この不吉な暗雲を見てください。回転している？一体何が起こっているのでしょうか。これはスーパーセルと呼ばれるもので、嵐、多くの場合雷雨の中で上昇気流が垂直軸を中心に回転しているものです。だから回転雷雨とも呼ばれています。雷雨にはタンセル、タセル、スコールライン、スーパーセルの4種類があります。その中でもスーパーセルは最も希少、そして最も深刻なもので、他の雷雨から孤立し2から4時間続くのが一般的です。スーパーセルはアメリカのグレートプレーンズ、特にトルネードアレイと呼ばれる地域でよく発生します。さらにヨーロッパ、アルゼンチン、ウルグアイ、ブラジル南部など世界の他の地域でも発生することがあります。これらの嵐は大小、高いものから低いものまでいろいろな大きさで現れます。すべてのスーパーセルが竜巻を発生させるわけではありませんが、スーパーセルは最も激しい竜巻と関連しています。これらの嵐は通常大量の豪雨と雹を降らせ、強力な風とダウンバーストを伴います。ダウンバーストとは雷雨から降りてくる強力な風のことで、地上に降り注ぐとあっという間に広がっていきます。この風は大きな被害をもたらすので危険です。竜巻と混同されがちですが、ダウンバーストとは全く別の現象です。ダウンバーストの発生メカニズムを見てみましょう。雷雨の始まりは強力な上昇気流が発生しています。そのため雲は垂直に伸びていき、その中で雹や雨粒ができ始めます。嵐が成熟し、上昇気流が不安定な湿った空気を雲に送り込み続けると、雹や雨粒は地面に落ちるほど大きく重くなっています。しかし時には上昇気流が強すぎて、嵐の上部や中心部に大量のあられや雨を降らせることがあります。そこで嵐の中層部や下層部に乾燥した空気が入り込んだとします。そうするとダウンバーストを引き起こす可能性があるんです。ダウンバーストが起きると、嵐の上部から降ってきた大量の雨やあられが大量の空気を引きずって地上へ向かって飛び出します。この質量が速度を増し、ダウンバーストが地上に到達すると、まるで蛇口から出た水流が流し台にぶつかるように降り注ぐのです。時には時速 160km 以上という驚異的なスピードで四方八方に広がっていきます。でもあなたが遭遇する可能性が高いのはマイクロバーストと呼ばれるもので、これはその恐ろしい風が 4km より小さい範囲に限定されることを意味します。竜巻といえば火山性竜巻を挙げないわけにはいきません。火山性竜巻は最も恐ろしい自然現象の一つなんですよ。火山が噴火すると高温の岩石や火山灰が大気圏上空に投げ出され、溶岩や高温のガスは火山の斜面を下っていきます。この流れが下降するとき、内部に閉じ込められたガスの一部が上昇し、同時に回転し始め、周りの空気に押されどんどん回転していくんです。こうして火山性竜巻が誕生するのです。逆に言えばこの現象の寿命はとても短いものということ。燃え盛るような空気の柱を目にしたら、それは旋風音と灼熱地獄の不気味な組み合わせ、ファイアートルネードということです。この現象はファイアーツイスターやファイアーホワールとも呼ばれます。この危険な自然現象は主に山火事の際に発生します。火災が発生すると地表に高温の空気が発生し、この灼熱の空気が上空の冷たい空気と混ざり合うと、燃えかすや炎を巻き上げる旋風が発生するのです。最も強力な竜巻は上空数百メートルにまで及ぶこともあります。また危険な自然現象にスノースコールというものがあります。運転中にスノースコールに巻き込まれたら、高速道路に安全な場所はありません。なぜならこれは強烈な突風と、時には短いとはいえど嵐も伴う激しい大雪を引き起こすからです。この現象はかなり昔から知られたもので、それでもこの言葉自体、さらにこの危険に関連する警告は2018年になってから登場しました。スノースコールのもう一つの危険は瞬間凍結と呼ばれるものです。気温が急激に下がり、降ったばかりの雪が高速道路を急速に凍らせるというものです。そうすると車のコントロールができなくなります。次にお話しする不思議な現象は極めて稀に起こるもので、まだあまり理解されていないものです。
それは通常何か大きな乱気流の発生とは少し違います。ダストデビルは小さなもので数分で消滅してしまいます。渦巻き、ダスター、砂の噴出など様々な名前がついています。ダストデビルは地面から渦を巻く砂の塊のように見えます。しかし恐ろしい親戚である竜巻とは異なり、通常あまり心配する必要はないようです。それでもダストデビルはハリケーンや竜巻と同じカテゴリーに分類されます。この3つの自然現象はいずれも目に見えない極の周りを空気の柱が回転しているのが特徴です。湿った空気と乾いた空気、熱い空気と冷たい空気など様々な種類の空気がぶつかり合うことで発生するのです。しかしハリケーンは通常冷たい空気が暖かい空気の下に滑り込んでくる水域で発生します。竜巻は冷たい空気の塊の中を熱い空気が上昇し、空から渦を巻いて降ってきます。そしてダストデビルは地上に発生するのです。ダストデビルと呼ばれていますが、実際にはどんな小さなゴミでも渦巻きにすることができます。主な条件として、破片は高速で動く渦によって持ち上げられるほど小さく軽いものである必要があります。ところで、異常気象を予測できる雲があることをご存知ですか？例えば棚雲、 SF 映画に出てくるような雲で、雷雨の上昇気流に暖かく湿った空気が巻き込まれることで発生します。このような不吉な雲は嵐の到来を知らせるものがほとんどです。頭上に広がる巨大な白い塊はちぶさ雲と呼ばれていて、空が落ちてくるような錯覚に陥ることもあります。ほとんどの雲は空気が大気圏に上昇するときにできますが、ちぶさ雲は湿った冷たい空気が下降し、乾いた空気と混ざり合うことで発生します。その結果、このようなユニークな米粒のような雲になるのです。ちなみにこの現象が空に見えたら、悪天候はすぐそこまで来ています。朝顔雲は非常に珍しく無害な雲です。空に向かって伸びる巨大なチューブのように見えませんか？比較的低い位置にありながら 965km 以上にわたって蛇行することもあります。この雲は上昇気流が雲を通過するときに現れるというのが多くの研究者の見解で、これにより特徴的なチューブのように見え、雲の後方にある冷たい空気が雲を下方に沈めるのです。朝顔を見るのに最適な場所はオーストラリアのカーペンタリア湾です。もしこの雲を見に行くなら、9月下旬から11月上旬にかけての時期を選んでください。空に巨大な丸い円盤を見たことがありますか？その多くはレンズ状雲と呼ばれていて、山や丘のような大きくて高いところにできるのが普通です。強い風が障害物にぶつかると気流が発生します。空気が障害物を包み込むような感じです。そして障害物が高ければ高いほど、その上を上昇する空気は冷たくなるのです。そしてある時点で、その中に含まれる水分が水滴に変化します。そしてこのような珍しい雲を形成するのです。レンチキュラー雲は波のように見えたり、ピザのようでもあり、時にはパンケーキを積み重ねたようにも見えます。そしてこの雲は逆に空の低い位置で何らかの悪天候の後にできるものです。虹色の雲は雷雨の後、膨らんだ低層雲の上に現れるもので、通常は 1800m 前後の高さに浮かんています。虹色の雲は水蒸気が凝縮してプリズムのようになったものです。このため雲の上に多色の帽子ができるのです。そしてかなり怖いおまけの事実がこちら。山火事の最も一般的な原因の一つは雷雨による雷なんです。雷雨をきっかけとした山火事なんて聞いたことなかったという人も、これで情報ゲットですね。2018年5月11日、テキサス州アマリロからほど近い場所で起こった山火事。その時、超強力なマラード火災が空高く巨大な密雲を作っただけでなく、その熱によって激しい雷雨が発生し、その後 96km 離れたテキサス州ウィーラー郡で大量のクォーターサイズの氷が降り注いだのです。紫色の夕焼け、一度は見たことがあるのではないでしょうか。通常これは不吉なものではなく、光の伝わり方が原因です。太陽が発する光は白色ですが、それがプリズムを通ると赤やオレンジ、青や緑、藍色など様々な色の波長が見えるからです。
光は通常障害物がなければ一直線に進みます。青や紫など波長の短い光は大気中の分子やエアロゾルなどの障害物にぶつかると散乱しやすくなります。日没や日の出頃、太陽は地平線の低い位置にあるため、その光は紫や青の光を散乱させる分子を多く通過します。その時目に見える色は黄色、オレンジ色、赤色。しかし条件が揃えば華やかな紫色の空を見ることができます。ただハリケーン、山火事、砂嵐などもっと恐ろしい理由で空が紫色に染まることもあるので要注意。これは空気中の水蒸気量が高くなり光が普段以上に散乱するためです。砂ぼこりや夕日、空の低いところにある雲なども空を紫色にする原因となります。夕暮れ時、光の量が十分であれば空はオレンジや赤に染まります。その後ピンク色になり上空の濃い青空と混ざり合います。ピンクと青を混ぜるとどうなりますか？そう、紫色になりますね。ハリケーンが常に空を紫色に染めるとは限りません。また空の色からハリケーンを予測することは虹を予測しようとすることと同じくほぼ不可能。それでも大型のハリケーンが空を紫色に染めたという報告は多数あるんですよ。緑色の空は紫色の空と同じように印象的ですが、実はこちらも危険を知らせている場合もあります。空が緑色の場合、雷雨や雹、竜巻が発生する可能性があります。黄色い太陽の光と嵐の雲が放つ青い光が混ざり合った結果、空が緑色に染まるんですね。海辺で爽やかな風に吹かれ、楽しい一日を過ごしているあなた、突然浜辺から水が勢いよく引いていくのに気がつきました。そのような現象に気づいたら、一刻も早く浜辺からできるだけ早く遠くへ走って逃げてください。これは津波が近づいている印です。早く反応すればするほど生存の可能性は高まります。極端にではないにしても、海面が上昇している場合も津波が近づいている可能性があります。 40% の確率で津波が発生し、押し寄せる海水が津波の第一波となります。次の津波はより大きく、より危険なもので、通常10分程度でやってきます。もう一つの津波の前兆として、大きな音とともにやってくるという特徴があります。雷のような轟く音、機関車のような音、ヘリコプターの音、あるいは爆音のように表現されています。浜辺で水が小川のようにちょろちょろと流れていたら、水辺に近づかないでください。水面下に引き波があり、非常に危険な状態にある可能性があります。稀に波が海岸に奇妙な形でぶつかり、このような離岸流が形成されます。波が奇妙に切れていたり、水の色が他の部分と違っている場合もあります。また海藻が四方八方に散らばっているのも離岸流の警告サイン。もし離岸流に巻き込まれたら、決して流れに逆らわずに浮くようにしてください。流れに逆らったとしても、貴重なエネルギーを無駄にするだけです。大声で助けを求め、海岸に平行に浮くようにしてください。流れから外れたら、岸に向かって斜めに泳ぎましょう。円錐形の雲を見たら、避難場所を探してください。激しい嵐が近づいているサインかもしれないので、巻き込まれないようにするのが大切です。ただし円錐形の雲が回転し始めたら、それは竜巻に変化しつつあるサインです。ミツバチを観察していると、いつか大きなトラブルから救ってもらえるかもしれませんよ。働き者のミツバチは嵐が近づいていると感じると、普段より活発になります。嵐が来る前により多くの蜜を集めようと急いで仕事をするのです。雨の気配がないようでも、大雨が降る10から15分前には必ず巣箱に戻っていきます。その秘密は背中にある超高感度の毛。これが嵐雲から発生する静電気を感知するのです。何世紀も昔から、人々は大きな地震が起こる 2,3 日前に動物が奇妙な行動をとることを知っていました。犬は吠え続け、牛は乳をあまり出さなくなり、ヒキガエル、ネズミ、ヘビなどは巣から出ていくのです。人間が気づかないようなわずかな初期段階の衝撃でも、動物は感じることができるようです。科学者たちはこの現象を説明しようと試験や実験を重ねてきました。しかし今のところ詳しく解明できていません。空気中のオゾンの匂いを嗅ぐことはできますか？雷雨が近づいてくると、刺激的な匂いをはっきりと感じることができます。これは雷の電荷によって高いところから放たれています。もう一つ、逆に心地よい雨の匂いはペトリコールと呼ばれるものです。雨水が草木やコンクリート、アスファルトの分子を目覚めさせ、その香りがあちこちに広がっているのです。その香りは口の中でも感じることができるんですよ。
稲妻が放つ空気中のプラスイオンがオゾンや唾液と混ざり合って苦い金属味がしてくるのです。雷が落ちる直前、近くの金属物から鋭い音や機械音、振動音などが聞こえることがあります。また手のひらに汗をかくこともあります。あるいは髪の毛が逆立つことも。これらのサインを感じたら、することはただ一つ、命がけで逃げましょう。静電火が体中を駆け巡り、嵐の不電火の部分に向かっているのです。これは逃げるしかありません。近くに避難できそうな場所がない場合は、体を丸めて周囲のものよりも自分を小さくするような体勢をとりましょう。傘は捨て、金網、金属パイプ、線路など金属製のものに近づいてはいけません。また地面に寝っ転がるのも禁物。地面が濡れていると電気を通しやすいからです。家の横に突如としてアスファルトの隙間ができたら、それはシンクホールの警告サインかもしれません。家の中を点検してみましょう。ドアが閉まりにくくなっていませんか？壁と天井の間に隙間が空いていませんか？他にもキッチンキャビネットや引き出しがずれる、床が斜めに傾く、階段が傾斜する、雨のたびに雨漏りする、モールディングがずれているなどは、すべて地面が陥没するシンクホールの予兆です。シンクホールかどうか、どの程度危険なのかは建築会社に相談してください。もしすでに陥没している穴を見つけたら、その場所には決して近づいてはいけません。フェンスやロープで囲い、他の人に危険が及ばないようにしましょう。修理には業者を呼んでくださいね。火山の中には噴火寸前に悲鳴を上げるものがあります。火山噴火の前に小さな地震が起こることが多いのですが、ハムノイズを発生させます。人間の耳にはほとんど聞こえませんが、時には地鳴りや風のような音のように聞こえる周波数に達することがあります。この音は高調波振動と呼ばれます。火山によってはマグマの泡が近くの隙間を通るときに振動する音ですが、いつもこのような音とは限りません。もし科学者たちがこの火山が発する音の原因を解明できれば、限定的であったとしても火山噴火の早期警報システムを作ることができるかもしれません。野山に行くときは小川や沢、川の水に注意してください。雨が降っているのに水位が急速に下がっている場合は、地滑りが近づいているサインかもしれません。またかすかな地鳴りのような音や岩がぶつかり合うような異常な音が聞こえたら、土砂崩れが迫っている可能性があります。そのようなサインに気づいたら、一刻も早く安全な場所に避難してください。